はい、こんにちは。栃木の竹市農場です。あぜの修復ね、昨日の続きをやります。で、昨日ね、そうですね、10メーターまではやってないな。田んぼ移動してね、7、8メーターやったんですが、ちょっともう風が強くてね、で、動画撮るにもマイクに雑音入りまくりなんでね、7、8メーターちょっと作業してね、やめちゃいました。で、まあスケジュール的にはね、別に遅れてないんで、ただあまり暖かくなっちゃいますと雑草の根っこがね動き出しちゃって、スコップ入れにくくなるんでね、もうなるべく早い時期には終わりにしたいと思ってます。で、今日の予定はね、今大体10時半なんですけど、午前中いっぱいね作業をやりまして、午後はね母のコロナワクチンの接種になります。で、3時過ぎの頃ね、また戻ってこられたら、続きをやるということでね、はい、今日もあぜの修復引き続き作業を進めます。以上です。はい、途中まで来ました。全体の4割ぐらいでしょうかね、40メーターくらい、まあ、あと60メーターぐらい残ってるんですが、もう午前中はこれで終わりにします。今11時半でね、ちょっと早いんですけど、やはりね、毎日やってると疲れがボディーブローのように溜まってきますで、まあ午後のがあったかいんでね、まあできれば午後をたくさんやった方がいいのかなと。でも、まあ今日はね、2時から3時ぐらいの間はちょっと作業やれないんで、午後もは無理かな。ちょっとね、流れでどうなるか分かんないんですけどね、11時半、ちょっと早いんですけど、午前はこれで1回終了になります。